住宅ローンアナリスト、もげさわことモゲチェック塩澤です。本日のテーマはこちら。完全網羅、絶対損しない住宅ローン2023。ローン比較返済編、これについてお伝えしたいなと思います。で、私ですけれども100本以上住宅ローン動画を、アップしているんですけれども、以前からまとめ動画欲しいというふうに言われておりました。前編ですね、こちらで借り入れ方編を、公開しておりまして、今回は、その次のですねローン比較とローン返済、これについてですねお伝えしたいなと思います。これですねちょっと完全版という形でちょっと動画の尺が長いんですけれども、最後までご覧いただければと思います。ではトピックの一つ目、ローン比較。ネット銀行、メガ、地銀、どれがいいんですかというふうに聞かれることもあるんですけども、結論ですね、銀行の安心感、メガだからとか地銀だからみたいな、なんかそういったところはあんまり関係ないかなと思ってまして、基本的にお金を預けるんだったらその安心感っていうのは必要かもしれませんけども、逆にお金を借りる方なので、そこまでナーバスにならなくてもいいのかなと。ネット経営銀行もですねしっかりと選択肢に入れていただくといいかなと思います。ですので商品スペックという観点で選んでいただくのがまずいいのかなと思っております。とですと、やっぱりネット系とかメガというところがやっぱり金利および断信というところで一歩抜きに出てるかなと思います。でただ地方銀行さんはですね審査の柔軟性というところがですね非常に特徴です。自営業ですか、法人役員ですとか、物件でいうと旧耐震ですとかリノベ案件とか、こういったところをですね幅広く対応できますので、柔軟性というところでいうと、地銀さんとかをですね第一優先で選んでいただくといいのかなと思います。でなお住宅ローンの業界構造ですけれども、こちらのピラミッド構造になっておりまして、ネット銀行、メガ、こういったところがですね金利は低いですけれども審査厳しいと。で一方、下に行けば行くほどですね金利は高くなっちゃうんですけれども、その分、審査が柔軟という形になっておりますので、よろしければこちらのですね図も頭の中入れておいていただければいいかなと思います。で続いて2つ目ですけれども、変動か固定かというところですね。永遠の進学論争なんですけれども、結論ですね私はもう変動金利一択かなと思っておりますと。あと加えて10年固定という最初の10年間だけ、固定で、その後11年目以降ですね変動に切り替わるという商品もあるんですけども、これもですねあまりありえないかなと。選択肢から外してもらってもいいかなと思います。以前ですね金利上昇のシミュレーションをしたことがありまして、こちらなんですけれども、固定金利 1.5% と、あと変動金利ですね、その上昇した時にどれぐらい金利上昇すると金利の支払い総額が一緒になるのかというところをですねシミュレーションしたことがあります。パターン A、B、C、3つ用意しておりまして、パターン A がですね最初 0.5% からスタートするんですけども、徐々に上がってきて最終的に35年目にはですね 4.5% になると。でパターン B が 6.5% で、パターン C が 8.5% ですと。この3つの中で固定金利と支払い総額ですね、金利の支払い総額が一緒になるのどれだと思います？答えは C です。金利が 8.5% まで上昇してようやく固定と変動の金利総額が一緒になります。なので結構な金利急上昇がない限りですね一緒にならないんですよね。でしかも勘のいい方はすぐお分かりかなと思うんですけども、 8.5% の金利、これはバブル時代の金利ですと。なので住宅ローンの返済期間中にですよ、バブル景気がもう一回やってくるというふうに思われるのであれば固定金利した方がいいですと。一方、いやバブル来ないっしょというのであれば変動金利の方が安いです。皆さんどちらですか？なお、この件の詳細動画ですけれども、こちらと、あとこちらですね、この2本で解説しておりますので、よろしければご覧いただければなと思います。続きまして5年 125% ルールですね。これに関する質問も結構やっぱ多いんですよね。でこの5年 125% ルール、具体的に何かと言いますと、変動金利に適用されるルールなんですけれども、5年に一度しか毎月返済額ですね見直されないと。見直し後の返済額が前回の 1.25 倍を超えないというルールでして、金利上昇したとしても急激に返済額が増えないような激変緩和措置だと思っていただければと思います。多くの銀行は採用してるんですけども、SBI 新生銀行ですとかソニー銀行、ペイペイ銀行、こういったところはですねこのルール採用していないというところで、ウェブ上のいろんなうぞうむぞうのですね記事とかを見るとこういったことをよく書かれてるんですよね。 125% ルールがあるから金利上昇も安心だとか、採用していない銀行は危ないとか、あともし金利上昇して 125% を超えたら未払い利息が発生して最終返済日に一括返済を求められるみたいな、こういったホラーストーリーをですね語る方もいらっしゃるんですけれども、これ全部ね間違いです。もうこれ違うということなんですけれども、これ結論どういうことかというと、その 125% ルールにヒットしてしまうような金利上昇が一体どういったものかというところをですねシミュレーションしてみればいいと思うんですよね。でその結果がこちらです。で最初にですね1年目 0.4% からスタートするんですけども、 125% ずつですね毎月返済額が増えるような金利上昇って結構な急上昇なんですよ。最終的にですね31年目には 26.9% までなるということなんで、結構もうありえない上昇ですよね。なので結論ですけども、この 125% ルールですけども、あってもなくてもですね変わらないんですよね。いわゆるその激変緩和措置としては
緩すぎるんですよ。意味がないと。なので、125% ルールがない銀行であったとしても、これは別に問題ないですし、そもそもこのルール自体ですね、忘れましょうと。気にしなくていいです。というところが、結論です。この件につきましては、こちらの動画でですね、詳しく解説しております。で続いて4つ目ですね。ネット銀行金利上がりやすいのという、この質問もですねよく受けますね。で結論、どの銀行も変わらないです。でなので金利とか弾信の商品スペックこれで選ぶべきですと。でこれどういうことかと言いますと、例えばそのメガバンクとか地方銀行、これはですね変動金利の決め方でそのタンプラという指標をですね用いて決めるんですね。これは法人融資の最優遇金利です。一方ネット銀行は、リテールビジネス個人融資のビジネス環境を踏まえて総合的に基準金利というものを決めるという、そういった変動金利の決め方がちょっと違うんですよね。ただどちらの銀行もそのいわゆる資金調達をして、でそれに利ざを乗っけて融資するということ、右から左へ そのビジネスモデルっていうのは変わらないんですよ。なので資金調達コストが上がればその分貸し出しコストも上がるんですよね。でその資金調達コスト誰が決めてるかっていうと日銀ですと。なので結論、日銀がマイナス金利政策を続けるか続けないかっていう、もうそこに帰結するので、あまりこのですね銀行間の差っていうのは変わらないですと。なので日銀が利上げすればどの銀行も変動金利の基準金利を上げるということになりますので、上がりやすさに大きな違いはないのかなと思います。この件につきましては、こちらの動画で、詳しく解説しております。続いてですね、疾病保障付き弾信ですね。最近がん弾信とか三大疾病とか八大疾病とかいろんなその弾信がついておりますけれども、これはですね結論、弾信はですね非常にお得です。特にがん弾信、これはつけない理由がないですね。なのでこの疾病保障付き弾信の中でも特にですねがん弾信は前向きにご検討いただければいいかなと思います。なお若い人ですね、例えば20代の人って30年後でも多分60歳ぐらいなんですよね。なのでそのがんに罹患している可能性っていうのがそこまで高くないので、そういった人はこういうがん弾信とかはあってもなくてもどちらでもいいのかなと、任意かなというふうに考えております。でなおこの弾信がなぜ素晴らしいのかというところはですね、こちらの動画とあともう一つですね、こちらのカーディフさんにですね取材した動画がありますので、よろしければ、この2本ご覧いただければなと思います。で6つ目、申し込む銀行数というところですけれども、もちろんモゲチェックでも、融資承認確率という形であなたは何銀行で何パーセントくらい通りますよというところは、そういった形で、診断はするんですけれども、ただこれは絶対ではないですと。なのでやっぱり審査落ちると家買えなくなりますんで、やっぱりそういった最悪の事態を避けるためにも複数銀行申し込むというところはまずこれ徹底していただければいいかなと思いますと。でなお複数銀行に申し込むとですね、個人信用情報にいろんなその履歴がついちゃうんじゃないかというふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、この紹介履歴ですね、これはもう半年ぐらいで消えるもんなんで、あまり気にしなくていいと思います。あともう一つですね、その銀行選びですけども、不動産会社に任せっきりにしないということですね。やっぱりこの相場をつかむっていうところが非常に大事ですので、もちろんモゲチェック使っていただけると非常に嬉しいんですけれども、それ以外のいろんなそのネット情報っていうところでですね、いろんな金利を横比較するっていうのは非常に大事かなと思います。解説動画はですねこちらご覧いただければなと思います。では続いてトピックの2つ目、ローン返済、これについていきたいなと思います。では7つ目ですね、繰り上げ返済。これはですねもう結論、もう何度も言ってますけれども、これは繰り上げ返済はしない方がいいですと。で、そもそも住宅ローンっていうのは借りるとお得な商品なので、繰り上げ返済っていうのはですねそれを手放すことなので非常にもったいないんですよね。なのでその繰り上げ返済する原資、お金があるんだったらそれは運用に回した方が絶対いいです。住宅ローン借りるとお得というのはこれどういうことかと言いますと、例えばねこちらなんですけれども、その住宅ローンを借りる際のメリットとあとコストを比較したものですと。でメリットはですね税控除とか、あとその弾信ですね、この生命保険、これは無料で付帯してきますので、その価値というのがですね、合計500万円ぐらいあると。で一方住宅ローン借りるコストというのが、事務手数料ですとか、金利、これがですね大体、合計すると300万円ぐらいあるというところでして、なので差し引き200万円ぐらいお得なんですね。で一応これ元本3000万円で計算してるんですけども、年利で計算すると 0.4% ぐらいのプラスになるので、なのでこういったお得な商品であるがいいんですね、借り続けた方がお得です。で加えてやっぱりその現金を手元に置いとくって非常に大事だなと私は思うんですよね。例えばそのいいことをベネフィットとしては資産運用ができる、老後教育資金として貯金できる、あとはそのリフォーム資金に充てられるということなんですね。でもちろん、現金を手元に置いとくっていうことは住宅ローン借り続けるっていうことなんで、そのコストが発生するんですけども、そのコストもう高々 0.4% という、もう非常に低い金利です。なので、その非常に低い金利であればですね、もう現金をキープしておくっていうことは非常に大切かなと。で例えばそのキープしておいた現金を、先ほど申し上げた資産運用に回すっていうのも非常にいいと思うんですよ。でこちらが、例えば40歳で500万円の現金がありますと。
で繰り上げ返済に当てた場合どれぐらい金利を節約できるのかというのと、資産運用にしてですね、例えば年利 2% で回したときにどれぐらい運用益があるのかというところをですね比較したものなんですけども、金利の節約額、これはですね高々23万円です。一方ですね、投資した場合は246万円の運用益という形になりますので、その差は10倍ですと。なのでこれを踏まえてですね、最適なお金の使い方が一体何なのかというところはしっかりとご検討いただくといいのかなと思います。なお解説動画はこちらでございます。よろしければご覧ください。あと8つ目ですね、借り換え、これですけれども、結論、諸費用がかかりますと。借り換えはだいたいね元本の 3% から 4% ぐらいかかるんですよ。ただ一方でその諸費用差し引いてでもお得になるんだったらやらない理由はないです。もうやってくださいということですね。今モグチェックのお客さんですけれども、借り換えのお客さん結構毎月いらっしゃいますけれども、半数の方に100万円以上のメリットが出ています。なので結構やっぱり割高な金利をですねほったらかしてる人っていうのが結構多くいらっしゃるんですよ。非常にもったいないです。なので今ですね結構やっぱり金利が変動金利ですけれども、今ぐーっとこう下がってきているので、よりお得になりやすい環境が揃ってるんですよね。なので借り換えですけども、もう動くなら今です。今がチャンスです。この借り換えですけれども、実は何回やってもいいんですよ。2回やるとなんかこう怒られるとかそういうことは一切ないんで、お得になるんだったらどんどんやりましょうと。でただ借り換えですけれども、こう書類集めたりとかっていうとこう手間はかかるんですよね。ちょっとめんどくさいんですよ。なので30万円以上の借り換えメリットが生じるのであればやってもいいのかなと私個人は思います。なお、借り換えの動画はこちらとなっております。よろしければご覧ください。あとですね、第三者へのまた貸しっていうところですね、これもよく聞きます。要はですね、転勤をするとその家が空いてしまうので誰かに貸したいと、賃貸に出したいということなんですけれども、これは、住宅ローンの契約的にご法度ですと、やっちゃいけないことなんですよ。なのでこれを破るとですね、銀行からペナルティとして全額一括返済を求められかねないですと、金商というその住宅ローンの契約に書いてるんですよね。なのでもしこういったことが発生する、もしくは発生するかもしれないというのであれば、事前に銀行に、相談した方がいいです。場合によってはですね、特例等で認めてもらえる銀行もあるようなので、そこはしっかりと事前に確認をすることが大事です。それでもしダメだって言われたらもうしょうがないですよね。また貸しはしないという形にするのか、もしくは住宅ローンから不動産投資ローンに借り換えるというやり方もあります。このあたりはですね、また別途モゲチェックとかにご相談いただければなと思います。このあたりはですね、モゲチェックの姉妹サービスでインベースというその不動産投資ローンへの借り換えサービスがございますので、よろしければご相談いただければなと思います。あと10個目、延滞ですね。これなんですけれども、結論、延滞しそうだなといった場合は、延滞する前に、できるだけ早いタイミングで、銀行とか弁護士に相談してください。これ、ずる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 やっちゃうと、6ヶ月の延滞を超えると、いわゆるその期限の利益喪失という形になってですね、全額一括返済を求められるんですよ。で、その時は、物件を売却しなさいっていう形になっちゃうんで、もう、皆さんのマイホームを手放さないといけなくなっちゃうんですよね。で、これは本当にもう悲劇ですので、そうなる前に、早め早めに手を打つ、いろんなそのやり方があるはずなので、相談するっていうのが非常に大事です。こちらの動画なんですけれども、じゃあどうすればですね延滞したとしても物件売却しなくてもいいのかとか、そういったところの打ち手もですね解説しておりますので、ぜひよろしければご覧いただければと。でまだ住宅ローン借りてないよっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、やっぱりこの延滞するとどうなっちゃうのかっていうところをですね事前に知っておくのは非常に大切かなと思いますので、そういった方もですねよろしければご覧いただければなと思います。以上ですね、まとめをさせていただきましたけれども、最後にというところですけれども、期限の利益、これがですね非常に大事なんですね。これ期限の利益って何かというと、もう一回ご説明しますけれども、分割返済できるという、我々借り手側の権利なんですよ。要は住宅ローン、3000万円借りたとするじゃないですか。1ヶ月後に即3000万円返せっていうふうに言われないんですよね。35年間かけて分割して返済してくれたらいいよというふうに、銀行からそう言ってくれるわけなんですよ。そうなるとですよ、その35年間の間にいろいろその現金をですね有効活用できるんですよ。かつその時間も、例えば持ってる今の貯金っていうところをですね資産運用に回すですとか、老後の資金として蓄えておくとか、リフォーム使うとか、いろんなことができるわけなんですよね。なのでそんだけこう、返済を待ってもらえる、それというのはですねお金と時間の有効活用っていうともう相当強いわけなんですよ。なので繰り返しになりますけど、期限の利益っていうところをですねしっかりと頭に入れて、いかにこれを保持するかキープするかっていうところをですねまずお考えいただくのが、強い家計を作る、金融資産を作る上ではですね非常に大切な、学びなんじゃないかなと思います。で一方、ある一定数の方がですね、やっぱりこう繰り上げ返済しましょうっていうふうにおっしゃるんですよね。定年まで60歳までに住宅ローンきれいにしましょうみたいな、でもう本当こう精神的に楽になりましょうっていうことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけども、ただやっぱり僕はあれっていうのはちょっとやっぱりどうなのかなと思ってしまうんですよ。繰り上げ返済するっていうことはですね、その期限の利益っていう形でせっかくもらえてるお金と時間、これをですね手放すことになるんですよ。一度これ手放しちゃうと二度とは戻りません。
なので甘い言葉なんですけれども、借金を返して綺麗に精神的に楽にっていうのはそう感じるんですけれども、それで失うものって一体何なのかなっていうところもちゃんと突き詰めて考えていただくっていうのが非常に大切なんじゃないかなと思います。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですね、コメントにいただけると嬉しいです。ぜひ、モグチェックの住宅ローン診断サービス、試してみてください。ご自身の情報を入力すると、モグチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モグチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひ、モグチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。